こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はアマゾン物販の魅力これね今、まあ、仕入れ先を探して海外タイドンドンフランスポルトガルと、ね、来ていて以前はね中国をチェックしてというふうにいろいろ見て回ってるんですけどやはり日本はすごい仕入れのね条件に恵まれてるというのを感じます。 日本に住んでいれば、アマゾン室はすごく稼げます。まあ、主婦でね、ね、えー、子育て中とかね、親の介護があるとか、いうので、外に出られない方でも300万。まあ、副業で取り組んでもね、えー、本業のあるサラリーマンの方なんかが副業を取り組んでも300万。まあ、本業だと、まあ、1000万というような金額はね、えー、マイペースで一人で稼げます。 どんなサポートをするか、サポートの実績等はね、こちらをクリックしていただくと、売り上げ実績とかね、今サポート会員募集してますんで、その募集要項なんかありますんで、こちらをクリックしてチェックしてみてください。本当にね、日本に住んでるなら、アマゾン輸出で稼がないともったいないなというふうにね、改めて 思いました旅行を来ていろいろね物価とかどんなものが買ってこれ買った後ねこういう処理をしてとかっていうのをいろいろ考えるとなんだかんだ日本に住んでるからこそすごい稼ぎやすいというのがありますでさらにねこれはあのアマゾンの今の月間のユニークビジター、ね、何人ぐらい来てるかというような人数なんですけどもうとんでもない数字ですよね、えー、北アメリカまあアメリカ合衆国ね、えー、1億人 月間1億人で、すよねでモバイルが7000万人、合わせて1億7000万人、多少重複はあるにしても、まあえー、少なくとも1億人以上の方がね、えー、この月間、毎月日本、日本の全国民と同じ数の方がね、アマゾンに来てると。で、ヨーロッパ、ね、8000万人。日本だと、えー 1> 1, 万人、あるいは3200万人、まあ、これも重複あるからね、合わせると4000万人弱ですかね、が来ています。なんといっても、ね、今年の目玉はこのまだ進出してないオーストラリアでアマゾンの物販が始まります。でこれはね、えー、オーストラリア、非常に物が少なくて物価が高いと。ね、物価が高いから、まあ、国民の方の所得も高いと。でしかもね、国民性として、 貯金金をするととかよりもお金使うのが好きともう本当に理想的な市場なんでね。えー、これ始まると、まあ、相当稼げるんじゃないかなと。で今現在でもね、えー、10万人以上の方が年間1,200万円アマゾンで稼いでます。月間、えー、100万以上売り上げてるとあ。ここで言ってる稼いでるっていうのはね、これはアマゾンが発表している売り上げです。 で、さっき私が言った、稼いでるって言ったのは、あの、利益です。年間利益です。300万とか1000万ってのは利益ですね。まあ、その違いはありますけど、もう、こんだけ10万人が1200万で売り上げてるとかね、えー、まあ、とんでもない数字ですよね。でも、まあ、今年のね、アメリカのホリディーシーズン、ホリディーシーズンってのはすごいものが売れます。あるいは、今年10月ね、間もなくですけど、開始予定のオーストラリアアアマゾンの物販開始に参加するには、えー、注意が必要です。 このようにね、amazon.com.au 現在は kindle だけですけど、ページの中で Amazon Marketplace is coming soon to Australia と、ね、もうすぐ来るよと、物販始まるよというふうにもう告知されてます。でね、えー、Amazon は独特のルールがあります。で、日本の常識全然 Amazon には通用しません。ですんでね、えー、このどういうやり方をして儲けるか、何をやっちゃいけないのか、 これ分からずにね、取り組むと、せっかく大儲けをするチャンスなのに、えー、儲けず退場と、あるいはいつまで経っても売れないということになりかねないです。えー、そんなわけでね、何それ、アマゾン、オーストラリア面白そうだねと思った方はね、こちらをクリックして、どれぐらいのサポートをしているのか、なぜ稼げるのか、ね、その辺の情報をチェックしてみてください。今、アマゾン輸出、ね、オーストラリア、 これはね、えー、多分ここ10年、20年で一番稼ぎやすい、えー、手法になると思います。これだけね、物がなくて所得が高いと、でしかも日本製品が高くれると、三拍子揃ったね、市場が出てきたことってのは今までないんで、相当、えー、私も楽しみにしています。ぜひこの機会にあなたも Amazon 演出、オーストラリアで儲けてみてはいかがでしょうか。えー、お申し込みをお待ちしています。 以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。